阪神甲子園球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース22回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は斉藤、対するタイガースの先発は右の野路、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは植本、投げた、投球これから2球目、直球見送ってストライク、ポンポンと追い込んできました。1球外してボール、カウント1ボール2ストライク、打ちました。植本ヒットを放ちました。植本、これで打率を3割1分2厘としています。タッチはセーフ。第9、一塁ランナー二塁狙い、二塁送球はどうだ、盗塁成功。1球目空振りから二塁ランナー走った、ボールを三塁へ送った、これは悠々セーフ、盗塁成功です。投げた、打ちました、センターへの打球、三塁ランナーのタッチアップはどうだ、上田センターへの犠牲フライ、タイガースまずは1点先制。投げた、初球から打ってった、抜けた、日野山ヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターはオルテが通算100号本塁打まであと8本としています。これは見送ってボール、カットボールを外れてワンボールワンストライク、空振り、少し迷ったか、投げた、変化球、空振り三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは磯竹、第9、ストレートに送ってストライク、いきなり155キロ、ストライク、タイミング合いません、低め、空振り三振。1回の裏が終わりまして1対0、タイガース先制点を挙げています。ランナー1人を置いて迎えるバッターは斉藤、まずは2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。第9、投げた、内角低め、ボール。第2球、チェンジアップはボール、際どいボールよく見ました、カウントは2ボールノーストライクです。2塁タッチはセーフ。投球は3球目、投げました、ボール、カウントは3ボールノーストライク、変化球ストライク、アウトローへ、ここは1球見送ります。インコース引っ張った、入れば逆転、どうだ、入るか、これはスタンドに入ってファウルになります。2塁タッチセーフ。野路、かなりランナーの動きを警戒しています。タッチはセーフ、2塁はセーフ。第6球を投げました、打った、引っ張った、切れていきます、ファウル。第7球を投げました、打った、痛烈な当たり、センターへ飛んだ、これはヒットになります。2塁ランナー3塁決定、直線、斉藤ヒットを放ちました。スワローズ、これからタイガースの攻撃へ入ります。バッター森田、アウトコース低めいっぱいストライク、いきなり151キロ、打った、勝ち、谷ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターボックスは伊藤、現在の打率は2割7分、初球ストライクから、投げました、インコース低めいっぱいストライク、投げました、見送ってボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、破ってった、伊藤ヒットを放ちました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました、これは引っ掛けた、アルボー。第2球、投げた、ツーシーム見送ってストライク、バッター追い込まれました、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。打ちました、山田掴んだ、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして、タイガースこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは野路、初球空振り、投げた、打った、セカンド真正面、一塁送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター植本、現在の右中間のフライ、ヒット、植本ヒットを放ちました。植本、これで打率を3割1分3厘としています。一塁へ牽制球を送ります、タッチセーフ、1球目ストライクから、投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク、早くも追い込みました。ボテボテの当たりはショートゴロ、梶谷ボールを掴んだ、2塁アウト、これはアウトです、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。
ッチャー二塁送球間に合うか、盗塁成功。上田今シーズン25個目の盗塁を決めています。第3球を投げた、ボール。カウントワンボールツーストライク、外れた、ボール。カウントはツー、157キロ直球、空振り三振。斉藤ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。序盤終了しまして1対2、ランナー1人を置いて迎えるバッターは斉藤。第1球初球打ち、センター交代、伸びる、上田見送った、ホームラン。第8号ツーランホームラン。白球は無情にもバックスクリーンへ。初球を完璧に捉えました。斉藤自らのバットで勝ち越し。これからタイガースの攻撃へ入ります。バッターボックスはオルテが投げた、あっと引っ掛けた、川端取った、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、インローギリギリ、ストライク。投げました、直球空振り。第3球を投げました、アウトサイド、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。ライト高めいっぱい、見逃し三振。バッターは森田、最初のバッターボックスはショートライナーに投げています。第2球投げました、打った、レフト頭上、取りました。これで3アウト。斉藤この回きっちりと3人。これからタイガースの攻撃に入ります。バッター伊藤、現在の打率は2割7分2厘。第2球投げました、直球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました、投げました、1つ外した、ボール。ここはよく選びました。カウントはワンボールツーストライクです。流し打ち、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは山、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ、投げました、見送ってストライク。第3球ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、ボール。カウントはツーボールツーストライク、投げた、打ちました、ショート右、抜けるか、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ピンチヒッターは猪俣、投げた、直球見送ってストライク、いきなり150キロ、投げた、ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク、投げた、決まってストライク。追い込んでから第4球を投げた、ボール。カウントはツーボールツーストライク、投げました、打った、あっと引っ掛けた、サード右横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。斉藤この回ピシャッと、ランナー1人を置いて迎えるバッターは斉藤。第9投げました、内角低め、ストレートは外れて、ボール、わずかに外れてワンボール。打ちました、いい当たり、センター交代、センター方向へ持っていきましたが、二塁ランナー山田残塁に終わりました。6回の表が終わって3対1、スワローズこの回の攻撃はゼロで終わっています。第2球投げました、打ちました、三塁線のゴロ、サードから一塁送球、あーっと送球それた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、初球決まってストライク、いきなり151キロ、投げました、カットボール決まってストライク、バッター追い込まれました。投げました、低めボール球打った、梶谷ボールを取る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは木戸山、現在の打率は3割4分6厘。初球空振りから投げた、低めボール球打った、掴んで、これで3アウトになります。斉藤この回綺麗に3人で打ち取りました。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃、バッターオルテが初球を打ちました、ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは細竹、ここまでに初球を打った、川端交代、ファール。第2球投げた、2球目はストライク。第3球を投げた、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。外角外れて、ボール。外角外れてツーボールツーストライク、148キロ速球、空振り三振。バットが空を切りました、インコース低めストライク。さあ次の投球、投げた、打った、バットが折れました、
打球はセンターへ、ヒット、森田ヒットを放ちました、初安打。バッターは伊藤、外角低め、対ストライク、いきなり150キロ、ストライク、膝元厳しいところ、ポンポン打った、ライナーだ、一塁ランナー三塁へ向かう、伊藤ツーベースヒット。さあ、ツーアウトランナー二塁三塁とチャンスを広げました。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、大和、今日はセカンドへの併殺だと、ショートゴロ、見送ってストライク、第3球をボール、カウントはワンボールツーストライクです。外のボール引っ掛けた、梶谷下がった、ヒットになります、レフトバックホーム、大和ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、アウイ、初球から打ってった、これはファースト正面、一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、ゲームセット、スワローズ1点差で逃げ切りました。さて、本日のヒーローは斉藤、本当に今日は大活躍でした。